宣伝動画ということで、倉山先生の最新の著作が発売されました。こちらです。自民党はなぜここまで壊れたのかということなんですけれども、壊れてますか？やはりこれは壊れてないと認識できることが壊れてんじゃないかなって、はいはい、なるほど、はい、で壊れてると思うから普段だと出れないような若手とかが、はい、出馬できてるんで、そこがやっぱり、うん、本当に壊れる寸前の立ち上がる能力もまた自民党はすごいという感じなんですよね、はい、そういう生命維持措置っていうこと、はい、この生命力で生命力壊れたの意味が2つの小さな意味と大きな意味、はい、で小さな意味で言うと、はっきり言って今回の裏金問題って、はい、脱税じゃないって言い張ってることが壊れてるかなと、はい、ですよ。いや、小田先生に社会の言うの恥ずかしいんですけど、政治家がもらったお金を公に報告したら政治資金で、はい、報告隠してたら裏金ですよね。そうですね、公に報告すればいいだけだと思うんだけどって、はい、裏金を納税するばかりいないですよね、はい、うん、どう自動的に脱税ですよね、うん、じゃあなんで脱税じゃないって言ってんのっていう、はい、検察がおめこぼしてくれたことをみんな怒ってるんじゃない、立憲民主党がもっとひどいから許してるけどねっていう状態のものを壊れてないと言えること自体が壊れてんじゃないのというのは、ものすごい現象的な小さな意味、はい、まあ、でもその意識からして間違ってるところですよね、そうですね、基本的には間違ってると、はい、今の話で言うとですよ、うん、はい、でももっと大きなことで言うと、はい、自民党っていうのは何のために作った政党なのかってみんな忘れてて、はい、いや、こんな巨大与党を作ったらもう20年ぐらいでおかしくなるんじゃないかって作った人が言ってたんですよね、はい、それでもやんなきゃいけないっていうのは当時米ソ冷戦時代で、まさかソ連の回し物の社会党政権を渡すわけにいかないから、うん、っていうことで保守合同をやって、で自民党ができた、はい、で次に小選挙区制やって自主憲法を制定して自主防衛やんなきゃいけないと、はい、つまり保守合同、小選挙区制、自主憲法、自主防衛と、はい、左に行くほど、手段で最後に行くほど目的だったのに、うん、保守合同自体が目的であったかのように歴史錯覚して、はい、だから20年ぐらいしか持たないな、そのうちなんとかしなきゃと言ってたのが、うん、賞味期限、まあ、本当に20年で切れて、うん、その後50年続けてる、はい、賞味期限が切れたまま50年やってたらそれは壊れるだろうな、うん、で結局そういったら一人死すらなくなっているというのが壊れたの2つなんですね。ちなみにですね、この本帯、これ表はですね、あなたが政治に絶望する10の理由とたった一つの解決策っていうことで、まあ、これをね、見てもらえれば、まあ、どうやって解決すればいいかっていうのが分かる本だっていうのはすぐ分かる、はい、帯を見れば分かるんですけど、はい、裏面の帯はですね、日本が誇るですね、歴史的な政治家である浜光先生が浜光官邸の総理大臣、しかもこれ名前のところが浜光ってカタカナで書いてあるんですかね、が自民党が存在する理由についてのコメントを残してるんですね、はい、これは今回の放送では皆さんにお伝えしませんので、ぜひ書店でですね、これを手に取って、いただいてですね、裏面を見て、あ、こんなこと言ってたんだっていうのを、これアマゾンでも見られないはずですね、はい、なので本屋に行かないと見られない、ぜひ本屋に行って、これを、裏面のですね、帯のセリフを見てほしいなと思います、はい、すでに読んだ人とか他の動画見た人、はい、コメント欄書いちゃダメですよね、ダメですよ、で、まあ、今回、まあ、そういう意味でですね、まあ、たくさんの候補者出てるっていう話ですけども、はい、その派閥が解消されたということですけど、はい、これ派閥ってなんか何回かなくなってたような気がしないでもないんですよ。私、結構自民党のこと詳しいという、はい、ちょっと詳しいかなって自信あるんですけど、何回か数えられないぐらいやってるんです、はい、あれもあってこれもあって、すごいね、結構あれですよね、どこ出すか、はい、何回やってたでこの人出すと、はい、まあ、それもいつものエクストリームスポーツかよと思いながら見てるんですけれども、はい、とはいうものの、まあ、本当にその壊れ方が激しいんで、うんうん、真の派閥が表の派閥に変わって出てきたかなと、はい、いう傾向は出てきてるかなと、うん、いや、つまり昔って親分を総理大臣するために親分が、はい、子分が集まって親分が子分の面倒を見るだっていう、うん、もう人的結合だったのが、そうですね、完全に法人になってて、まあ、組みたいな感じです昔は昔は完全に組みで、あれだけ出ていきましょうね、はいはい、ただ今完全に法人で、はい、まあ、政治派閥に上納金をいくら納めたら、はいはい、大臣になるの早いみたいな、そのパーティー権のノルマがきついみたいなところで、はい、じゃあもう派閥解消してくれなくたって別にいいやみたいな風になってるっていうので、多少は変わるかもしれないんですけれども、はいはい、でも自民党の派閥って結局法人だし、で結局政党に党の中に党があるような状態だったわけなんですね、はい、そうですね、
ところがもうその党の中、党中党を維持するのがみんな大変になってきたんで、はい、じゃあもうそんなものなくなった方が自由でいいやみたいな空気、うん、で、はい、まあ、この総裁選の後どうなるかっていうのが、うん、はい、ですよね。そうですね。ちなみに野党になった時は勝手に崩壊してたのが、与党戻った瞬間党の派閥も復活しました。はい、まあそういうものなんですね。そういうということです、もう一つですね、これ、この本の中にも答えが書いてあるとは思うんですけれども、はい、先にねちょっとだけ聞いてしまうと、はい、これなんで野党って党首、総理を目指さないんですかね、野党の党首は。うん、もう本当社会党からも打ち語らないためですよね。はいはい、いやだって、いやもう本当政権担当恐怖症に社会党の時からなって、はい、で野党第一党でいるのがあまりにも美味しいという、はい、でそういうの中選挙区制で両方受かれるからできたのに、うん、できるんだけど、小選挙区制だったらできないだろうって言ってやってるのに、うん、あの小選挙区制になってもまだ野党与党でいるのなんか責任取んなきゃいけないから嫌だみたいな文化が残っていると、はい、結局訳が分かんない野党がいることによってまともな与党が、うん、野党が伸びるのを防げるから自民党と共犯関係が未だに成立すると、はい、まあ、そうですよね。55年体制なんで小選挙区制で成立してるんですか。おかしくないですか。本当に訳が分からない。はい、そんな論理では、はい、語れなくて事実として語るしかないっていう、はいはい、うん、うん、ということで、そんなですね、まあ、ダメダメというかグダグダな我が国の政党の状態なんですけれども、はい、本来、まあ、その政党が備えるべき要件というかこういうものは持ってなきゃいけなくて、そして総理を目指さなきゃいけないんだっていうところをですね、まあ、ちょっとだけ、もうこれ全部言っちゃうわけにいかないので、はい、ちょっとだけ倉山先生にお伺いしたいなと思います。じゃあ入り口は簡単に、はい、金の話ぐらいちゃんとしろ。いやそれでいいんですか。まず、いやまずはですよ、うん、まあね、当たり前じゃない、はい、まあそうですね、自分の金も管理できないような、はい、国家は経営できるかと、はい、大体だって我々だってね、これは経費になるのか経費にならないのかって税理士さんとぐりぐりやりますもんね、うん、全部、はい、某政治家の不倫がスキャンダルになったじゃないですか、はい、有力候補の、はい、いやそれ経費で落とすなよ、はい、大丈夫か、はい、いや不倫はダメだという建前で実態としてそんなものを領収書切ってる時点で君はダメだよと、はい、いう、もう本当本当にそんな人の総理大臣やってほしくないわみたいな話ですけど、うん、で結局ちゃんとしたの定義なんですけれども、はい、まあ、我々ずっと中国シンクタンクで訴えてきたことですけど、意外と国際情勢ってみんな険しい険しいって言いますけど、うん、日本で意外と有利な位置にあるの で、うん、でアメリカさんが結局日本を大国を戻すと一番嫌がってたアメリカさんがもう戻ってでもう自分の手に負えないからって言ってくれてるんで、じゃあ喜んでって言ってる政党が、はい、まともな政党かな、うん、大国を経営できる総理大臣を輩出できる政治家集団であるっていうのが定義かなと。でそれの条件って山のようにありますけどね、はい、まあ、歴史ってそういうもんですよね。覇権国家がこうちょっと衰退すると、うん、その周辺国が、まあ、台頭していくって当たり前ですよね、うん、だから中国は台頭してるのかもしれないけど我々も台頭するのは当たり前じゃないですか、うん、歴史的には、はい、うん、いや、うん、って江戸幕末でいうと、まあ、はい、日本ってアメリカ幕府の戸様大名みたいなもんじゃないですか、うん、で幕末なんか戸様大名の島津が徳川と仲良くなって力を伸ばしてみたいな、はい、ポジションを取れるわけで、うん、力つけとけばいざとなら長州と組んで徳川通すみたいなことができるっていう、はい、うん、状況かなっていう、うん、まあ、本当アメリカ幕府の戸様大名は、はい、いや君審判になってて向こうから言ってくれてる状況、はい、その状況いかようにも選択肢ある、うん、ただし力さえつければって局面なんで、はい、この状況を逃がさないようにするにはどうすればいいか、それは政治家だけの責任じゃなくて、はい、国民の側が政治家を監視して叱咤激励して建設的な批判提言をしなきゃダメだっていう本。そうですね。そしてまともな政党を、うん、作っていかなきゃいけないし、近代政党として、うん、その本当は最低2つ、はい、その近代政党の要件何が整っているとは近代政党なのかということが、うん、まあ、これは倉山さんのファンだったら知ってるかもしれないんですけれども、うん、改めてですねこちら読み返して見ていただいて、うん、まあ、心の中にですね皆さんしっかりと留めてほしいなというふうに思います。で何度も言ってますけど、この裏の浜子さんのですね、このね自民党は何のために存在してるのかっていうのは書店に行かなきゃ読めないですからね、これね書店に行かなきゃ読めないので、ぜひまず本屋に行って、裏面を見る、そしてその後レジまで持って行って買うということで、皆さんぜひ、こちらの方をですねご一読いただければと思います、倉山先生ありがとうございました。先生ありがとうございました。日本には近代政党が必要だ。
自分の生殺与奪の件を政治家に任せていってはいけない。ましてや官僚シンクタンクにしている政治家に任せたら何をされるかわからない。規制が増えたり税が増えたりすると政府の力ってどんどん強くなっていくので、そうすると自分たちの意思とは関係ない政治とか社会の意思決定がなされていく。それが環境に役立つのか役に立たないのかという人は一方でいたんですが、そもそも手続きとしておかしい。民主国家というのはこれ基本的に手続きの世界なんですよね。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。